どうもポンシラです。今回は久しぶりにこのオレコロさんを使っていくんですが、体力を爆盛りしたこんな感じのパーティーで遊んでいこうと思います。まず浴びだけで体力上げが 90% もありますし、フラグでも体力上げを積んできてるんですよね。で、今回は6周年ゴジブル君にも何気に体力浴びが5枚乗ってるということで、この子の耐久力にも期待ですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは合体ですね。さあ初手はパンちゃんなんですが、体力の数値を見ていきましょう。さあ480万、クソ高いぞパンちゃんも。腹パン行っておいて、噛み合っちゃった。帰ってきたら、いやどうしようかな、これザマスが出てきたらオレコロさん出しましょう。それ嫌だけど受けるか。さあ体力400万、パンちゃんよりは少ないけど結構ある方ではあると思います。ちょ、痛くないかザマスの攻撃。面切ります。回避を見しようか。おら、まずい、これは痛い痛い痛い、もう死んじゃいそうなんだけど、帰ってきたら変えよう。危ねえマジで。さあゴジブル君は体力480万くらいあったかな。打撃案振って特殊切っちゃうか1枚で、判定もしておいて単発出してユージムーブしちゃいます。オッケー、これ待機回ってる。いや回ってるか、まあ、しゃあない。で判定はしなくていいかな、パンちゃんに変えておいて、これは射撃消化しておきましょう。でメインも切っておいて、これ必殺消化しちゃおうか。よしでかいぞ、危なくて即回避ね、怖いな。腹パン行こうか。で射撃打っておいて、通常で押さえておいて、怖いです、タックルかぶせちゃった。うお、回避読み必殺です、まずい。まあ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 、さあ復活後の体力が460万、いいよ。ただ500万乗ってないか、やばい、遅いか人ちゃった。なんだなんだ、1段階ずらし、それ、いや3連回避読みされた。メイン、それは耐えるぞ。いやライジングやめて、あ、ライジングだけはやめて。ありがとう、オッケー、耐えた。さあ湯逃げ溜まると体力回復とかあったよね、いいよ。さあヒット確認いっちゃいます。アーツいく、よし、もうこれは必殺いこう。カバチェン怖いんでね。おいおい、え、強い、いいぞ。跳ねまして、痛くて、なんだやるんか俺と。タックルはカウンターします。ただ5時砲のカウンターも強い。ただライジング溜まったよ。いや射撃撃ってくるか、それライジング行こう。オッケー、絶対警戒してないと思いました。さあ5時砲落とせたのはクソでかいぞ。もうライン読みされたら無理だって、これ。あ、体力どんどんなくなってく、もう最悪。さあ切り替えてやっていきましょう。お相手さんは GT パーティーですね。あんなライン読みされたら無理です。さあよろしくお願いします。あー即射撃ね、アーツ行っておいて、絶対勝つぞ。んてりゃか、うますぎ。んー、まあ、ただここは変えてきたら変えればいいかな。なんか、うわそれうまいな、場にないの分かってたんか。まあゴジブル君で受けていきます。で変えてきたら変えよう、いいよ。さあ体力アビめっちゃ持ってるけど、ちょっと痛くないか。メイン切ろうか。でタックルいこう。やばい、見られちゃった。アーツあるかな。いや、ありました。痛い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 、パンちゃんで受けます。まあいいや、痛くね、なんでこんな火力出てんの。さあ必殺消化しておいて、特殊も切ろうか。ダメだ、タックル行こう。タックル回避から2連回避、オッケー、確定反撃です。ただこれさ、そうですよね、そっち出てくるよね。まあ、これはゴジブル君で受けましょう。硬いよ、打撃案振って回避圧ね。え、ラグい、ちょっとびっくり、見えないか。ただ場に回復しましたよ。打撃案振って反転して回避圧、オッケー、ありがとう。さあ行きます、ゴジブル君強いよ。
そっちが出てきちゃうか。もう一枚引けないか。魔人子ですか。オレコロさんのメインって切ったっけ。切ってました。最悪です。通常で抑えておいて、もうこれは強気いくしかない。通常で抑えておいて、パンちゃん出すか。タックルかぶせるよ。オッケー。まあ不滅だろうけどライジングいっとこう。オッケーオッケー。さあ不滅剥がせたのはでかいよ。離れよ。当たっちゃった。おすごい入れ込み。ただオレコロさんはライジング打たれた時に待機5短縮があります。見せてやるぞ。さあ HP 半分以下で気力減少もあるよ。いや痛えなそれ。痛え。全体ダメージ痛え。キャラチェンしとこう。でも腹パン射撃いっちゃう。かばされてもいいんで跳ねまして。痛くて危なくて。ああ通常押してくれるか。射撃撃つ。これは通常で押さえておいて。範囲特殊ぶっぱ怖いな。うん、マジか。打撃剣振ってアーチ消化しておいて、ふぅ跳ねるか。まあまあまあしゃあない。さあ復活していきまして、特殊アーツ持ってきてほしいな。マジ撃ってくれ。え、場にあるっけ。ないよね。そうだよね。怖い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 。合体しよう。いっちょいくぜ。びっくり見えてないか。打撃剣振ってアーチいっちゃ、あぶね。アーチいっちゃったの良くなかったけど、まあいいや。おら、あー下手すぎるって。てか上手すぎるってお相手さんが。ライジングやめて。よし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 。オレコロさん出しておいて、ライジングやめて。本当によし、ありがとう、助かった。いやったんや。でもこれ玉吐きあるよ。オッケー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 。オレコロさん最強。タックル来い。いや来なくていいわ。打撃剣振って通常で押さえておいて、たまに前出し入れないの何なのそれ。射撃撃っちゃう。これはで必殺でいいや。うん通常ね。なんだそれは。だーもうな、もうぐちゃぐちゃや。タックルかぶせる。ホッケー入れ込みでしょ。さあ行くぞアサルトチェーン。受けてみろ。で特殊撃っておいて、さあ湯逃げ溜まったんで振り向こうあるよ。頑張れ。行くぞ。おら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 。うん振り向こう短すぎ。よしそっち出て、オッケー。え、そっち出てきたらさすがにメイン必殺いっちゃおう。おらいいぞ。跳ねまして跳ねまして。何してくるかな。タックルはかぶせるぞ。全部入れ込みでしょ。あるぞ。よしそっち出てきたけど、まあ一回カウンター使わせよう。悪くない。タックル来い。よし、あ、いや即圧か。入れ込みじゃなくなってる。いやただクソかてえな。ライジング打ってくる。え、これゴジブル君で、え、ワンチャン耐えないてか。440万くらいあったぞ HP。 頑張れ、耐えてくれ。死ねい。ああー死んじゃった。これまずい、非常にまずい。アーツ OK。 いやオレコロさんなら全然あります。こっからでもメイン切っとく。でカバチェン向こうついたんで殴っていきましょう。もう時間稼ぐよ。いやーアーツ引けないか。タックル来い。それは受ける。 OK 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 OK。 うわ手札吐きだる。回避圧回避圧。オッケーでここで外そう。お願い。よし俺コロさん無双始まってるぞこれ。えタックル当たっちゃった。あー助かった。危ねえ。オッケー、これライジング当てれば全然いける。よし、えなんかキャラチェンしてきて射撃撃ってきたんだけど。あるぞこれ。おれおれおれ。よしいける。よだめ買ってるでしょこれは。710万、まあ悪くはないね。 OK。 よし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 。負けてるの。負けてるの。どうやら力の加減を間違えたよ。もうなんで負けとんでこれ。多分あれやな、
体力上げ積んでるんで、打者棒は漏れてないんですよね。なんで、よだめ勝利に普通に弱いっていう。